ノーラン・ライアン、リン・ノーラン・ライアン・ジュニア、リン・ノーラン・リアン、ジュニア、1947年1月31日体は、アメリカ合衆国テキサス州、レフュージオ出身出身の元プロ野球選手選手、投手。ニックネームは、リャン・エクスプレス。右投げ右打ち。シーズン最多奪三振記録、通算最多奪三振記録保持者。現在は、 ヒューストン・アストロズのエグゼクティブ・アドバイザーを務めている。テキサス州レフュージオで、リン・オーラン・ライアン・シニアとマーサリー・ハンコックの間に6人兄弟の末っ子として生まれた。その当時ライアン一家は、レフュリオ・グウッズ・ボロの近くに住んでいた。生後6週間で、ヒューストン郊外のアルビンに引っ越す。家庭は貧しく、父は、早朝の新聞配達と、石油会社勤務を兼業していた。 このような家庭環境からカライアンは早熟で、12歳の頃には自ら貯めた金で子牛を買って育てて、それを売り、その金で新しい子牛を買いまた育てて売る、を繰り返して牛を増やし、高校入学時には自分の牧場を借りるまでになっていた。また、中学1年にして自分の車も所有していた。高校時代に7回19奪三振を記録するなど、 速球派投手として有名だった。1965年の MLB ドラフトでニューヨークメッツから12巡目に指名を受け入団。和 A 級で17勝2敗、防御率2.51272脱三振、127死球を記録。脱三振、死球、勝利数は当時のリーグ新記録となった。最優秀投手に選出され、トリプル A 級。 ウィリアムスポートに昇格。ポータケット戦で9.1イニングで21、脱三振を記録した。活躍が評価されてメジャーに昇格し、9月11日のアトランタブレーブス戦でメジャーデビュー。9月18日のヒューストンアストロズ戦で初先発するが1回4失点で降板し、敗戦投手となるなどいっぱい、防御率15.00に終わった。 前半陸軍予備兵として過ごし後半に復帰したが、右肘の剣を断裂したためリハビリに通さざるを得ず、メジャーでの出場はなかった。は、開幕から先発ローテーションに入り、5月14日の新なティレッツ戦で、球団記録、当時の14奪三振。後半は故障で離脱するが6勝9敗、防御率3.09。 134イニングで133奪三振を記録した。4月9日の開幕第2戦で、モントリオールエクスポズ戦で、同年から公式記録となったセーブを、球団史上初めて記録した。主に、リリーフとして登板し6勝3敗、防御率3.53の成績で、チームの地区優勝に貢献。ブレイブストのリーグチャンピオンシップシリーズでは、 第3戦で3回途中から登板し、そのまま最後まで投げ切って、勝利投手となり、球団創設以来初のリーグ優勝を果たす。ボルチモアオリオールズとのワールドシリーズでは、第3戦で7回途中からリリーフし、2.1イニングを無失点に抑えて、セーブを記録。チームは下馬票を覆し、4勝1敗でワールドチャンピオンに輝いた。 結果的に自身にとってこれが最初で最後のワールドシリーズとなった。4月18日のフィラデルフィアフィリーズ戦では、初回戦闘打者に安打を打たれるが、その後無安打に抑えて15奪三振でメジャー初、完封。終盤は、リリーフに回ることが多くなり、7勝11敗、防御率3.42ながら131.2イニングで97死球は。 前半戦で8勝6敗、防御率2.24を記録するが、後半戦で2勝8敗、防御率7.74と大きく失速。10勝14敗、防御率3.97、152イニングで116、死休と請求に苦しんだ。1971年12月10日に、ジム・フレゴシとの交換トレードで、リロイ・スタントン、谷選手と共にカリフォルニア・エンゼルスに移籍。 は、スプリングトレーニングで保守のジェフトーボーグと共にフォーム改造に取り組む。トーボーグはモーションを急ぐために足の踏み出しに腕の振りが追いついていない。だからボールが左右ではなく高くそれるとフォームを分析し欠点を指摘した。その後選手会は年金問題を掲げて史上初のストライキに入る。後年彼は当時を振り返りあの状況が あと一週間でも続いたら、私はアルビンに戻り、二度と戻るつもりなどなかった。労働者としての職を得て、それで過ごしていくつもりだったと語っている。ストライキ収集後は、デルライス監督や、トム・モーガン投資コーチも一致協力し、時間をかけて、改造を行う。ライアンは、後年、機械的でうんざりすることもあったが、結局は、この作業が私のピッチングを変えることになったと。 振り返っている。同年は前半戦で11勝を挙げ、自身初のオールスターゲームに選出される。後半戦は、防御率1.41と安定感が増し、19勝16敗、防御率2.28、いずれもリーグ最多の329奪三振、9完封、157死球、18冒頭を記録し、最多奪三振のタイトルを獲得した。 5月15日のカンザスシティロイヤルズ戦でノーヒットノーランを達成。7月15日のデトロイトタイガース戦では17、脱三振でのジョニー・バンダー・ミーア以来史上二人目の年間二度目のノーヒットノーラン。最後の打者ノーム・キャッシュはクラブハウスにあったテーブルの足を持って打席に立った。旧神ロン・ルチアーノに制止されシブシブバットに持ち替えたが、その際、バットじゃ奴の球は打てない。 これを使わせてくれと言ったという。シーズン最終当番を前に367脱三振でサンディ・コーファックスがに記録したメジャー記録382の更新は難しいと言われたが、9月27日のミネソタツインズ戦で延長11回を完投して16三振を奪い、新記録を達成。終盤に7連勝を記録するなど21勝16敗。 防御率2.87383奪三振、メジャー記録の2桁奪三振23試合、リーグ最多の162支球を記録したが、サイヤング賞の投票では、ジムパーマーに次ぐ2位に終わった。8月12日のボストンレッドソックス戦で、メジャータイ記録、当時の19奪三振。8月20日のタイガース戦で、球団の企画で、 赤外線レーダーによる球速の測定が行われ、そこで記録されたのが 100.9mph、162.4kmh で、ギネス世界記録に認定された。しかし全ての球を計測したわけではなく、その一球は9回に記録された。本人も、あれ以上に速いと思ったボールもあったと語っている。九月十八日のツインズ戦では十五奪三振で三度目の、 ノーヒットノーランを達成。キャリアハイの22勝、16敗、防御率2.89、いずれもリング最多の367奪三振、332.2インニング202、四球を記録。200四球は1938年のボブフェラ以来36年ぶりだった。6月1日のオリオールズ戦で3年連続4度目の、ノーヒットノーランを達成し、コーファックスに並ぶ。 6月6日までに10勝を挙げるが、その後8連敗。8月に故障で、戦線離脱し、14勝に止まった。は8月28日まで10勝17敗だったが、その後7勝1敗と巻き返し、いずれもリーグ最多の18敗、17勝327奪三振、7冠風、183指揮を記録した。 5月19日から6月16日にかけて7試合連続2桁脱三振を記録。19勝16敗、防御率2.77、いずれもリング最多の341脱三振、22関東、204四球、21冒頭の成績だった。は、シーズン初登板で打ち込まれたが、その後復調。終盤失速したが16勝14敗。 防御率3.60、共に、リーグ最多の223月三振、5完封を記録し、チーム創設以来初の地区優勝に貢献。オリオールズとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、第一戦に先発したが7回3失点、自責点1で勝敗つかず、チームは1勝3敗で敗退した。オフに、GM のバジーバベシに、勝率5割の投手と見切りをつけられて、 フリーエージェントとなった。1979年11月19日に、アストロズと四年450万ドルで契約し、史上初の100万ドルプレイヤーとなった。は11勝10敗に止まるが、チームは創設以来初の地区優勝を果たす。フィリーズとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、第2戦に先発し、7回途中に失点も勝敗つかず。 最終第5戦では7回を終わって5から2とリードしていたが8回に捕まり降板。延長の末チームは敗れリーグ優勝はならなかった。50日間に及ぶストライキでシーズンが中断、短縮され全校規制の変則日程となった。たは9月26日のローサンゼルスドジャース戦で史上最多5度目のノーヒットノーランを達成。11勝5敗。 防御率1.69の成績で自身初の最優秀防御率のタイトルを獲得し、チームは好議優勝。ドジャースとのディビジョンシリーズでは、第1戦に先発して、フェルナンド・バレンズエラと投手戦を演じ、2安打1失点関東勝利。第5戦では6回実績点2の高騰も、敗戦投手となり、2勝3敗で敗退した。 開幕から4連敗を喫するなど前半戦は不調だったが、後半戦で防御率2.11を記録するなど復調し、16勝12敗、防御率3.16245奪三振の成績。5月2日のフルスメッツ戦で通算3510個目の三振を奪い、ウォルター・チョンソンが持つ通算奪三振のメジャー記録を更新。 その後故障で1ヶ月離脱するものの、前半戦で防御率1.94を記録。後半戦でやや数字を落としたが、14勝9敗、防御率2.98を記録した。は、途中8連敗を期するなど10勝12敗に終わる。は、後半戦で防御率2.27を記録し、チームは6年ぶりの地区優勝を果たす。 フルスメッツとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、第2戦に先発するが5回5失点で、敗戦投手。第5戦では、ドワイトグッテンと投手戦を演じ、9回を2安打12、脱三振1失点と好投するが延長の末破れ、チームも2勝4敗で敗退した。は高騰しながら、打線の援護に恵まれず、途中8連敗を喫するなど8勝16敗と、大きく負け越して、 連続二桁勝利が16年で途切れたが、共にリーグトップの防御率2.76270、脱三振を記録し、遺跡後初の最多脱三振を獲得。サイヤング賞の投票では5位に終わる。最優秀防御率と最多脱三振を獲得しながら、受賞を逃したのは現在でも唯一人である。 は12勝11敗228奪三振で2年連続の最多奪三振を獲得。オフにフリーエージェントとなった。1988年12月7日にテキサスレンジャーズと契約。この時ライアンは日本球界入りに前向きであり、オリックス球団と契約寸前にこぎつけていた。は、前半戦で10勝を挙げる。 8月22日のオークランドアスレチックス戦で5回に、リッキー・ヘンダーソンから三振を奪い、空前絶後の通算5 0 0三振を達成。16勝10敗、防御率3.20、12年ぶりの300脱三振となる301脱三振で3年連続の最多脱三振を獲得し、サイアング賞の投票で5位に入る。y 43歳にして、 開幕投手を務め、5回を無安打に抑える。4月26日のシカゴホワイトソックス戦で、球団記録の16奪三振で1、安打完封勝利を挙げ、6月11日のアスレチックス戦で、自身6度目の浪費のオーランを達成。3球団での達成は、史上初だった。7月31日のミルウォーキーブルワーズ戦で、史上20人目の通算300勝を達成。 13勝9敗232奪三振で4年連続の最多奪三振を獲得した。5月1日のトロントブルージェイズ戦は体調が悪く5回まで持たないかもしれないから代わりの投手を用意しておいてくれと言い残しての登板だったが16奪三振で7度目のノーヒットノーランを達成。44歳3ヶ月での達成は現在でも史上最年長記録である。 12勝6敗、防御率2.91203奪三振、リーグトップのホイップ1.01を記録した。は故障もあって6月まで1勝に止まるが、7月4日のニューヨークヤンキース戦で13、奪三振関東勝利を挙げるなど7月に4勝、防御率1.96を記録。しかしその後は、援護に恵まれず6連敗を喫し、5勝9敗に終わる。 同年エンゼルス時代の背番号30が永久欠番に指定された。9月22日のシアトルマリナーズ戦で一死も取れずに2安打4死球五失点で降板。これが現役最後の当板となった。46歳にして速球は98メートル PH、約時速157.7キロメートルを記録した。2、アストロズとレンジャーズでの背番号34が、 それぞれ永久欠番に指定された。三球団での永久欠番は史上初だった。二、資格取得一年目で野球殿堂入りを果たす。殿堂入りは記者投票で決まるが、ライアンの得票数四百九十一票は歴代一、位。当時、得票率九九十八点七パーセントは歴代二位だった。レンジャーズに在籍した時、私のキャリアと試合における、 存在感は一段上のレベルになった。あの何年かは私にとって特別なものだと電動プレートのライアンはレンヤーズの帽子をかぶっておりレンジャーズの選手として初の電動入りとなった。また同年 MLB オールセンチュリーチームの右投手部門で1位に選ばれている。2はアストロズで特別アドバイザーを務め更新の指導を行った。 アストロズ在籍時のロジャー・クレメンスと撮影したツーショット写真もある。レンジャーズ時代の監督で NPB 千葉ロッテマリーンズでも監督を務めたボビー・バレンタインとは旧知の間柄であり、その縁もあって7月18日に千葉マリーンスタジアムで行われたオリックス・スバーローズ戦で始球式を行った。2008年2月6日にレンジャーズの球団社長に就任。 1925年以来初めての電動入り選手によるメジャーリーグ球団社長就任となった。3月11日には CEO に就任した。10月17日にレンジャーズの CEO10 月31日限りで辞任することを発表した。2月11日にフルス・アストロズのエグゼクティブアドバイザーに就任した。スリークォーターから最速100.9メートル PH。 約時速 162.4km のフォーシームに縦に大きく割れる一級品のカーブ、サークルチェンジを持ち玉に、スーの強打者たちから三振の山を築いていった。通算投球回数2000回以上の投手が対象である投球回数9回に対する通算の脱三振率が9.0以上の投手4人のうちの1人であり、 東急回数9回に対する通算の脱産審率9.55は、ランディ・ジョンソン、ペドロ・マルチネスに次いで、MLB 史上3位である。当時、異端児と言われた投手コーチのトムハウスと二人三脚で、編み出した独特のトレーニング法、調整法は、後年の投手に多大な影響を与えた。その徹底された健康管理とトレーニング方法は、著書、 ピッチャーズバイブルに詳細に書かれている。当時投手には、一般的でないどころか、外になるとさえ言われていた、ウエイトトレーニング取り入れ、また肩周辺のローテーターカフ、いわゆるインナーマッスル。当時はこれらの言葉も、一般的ではなかったもアウターマッスル同様に鍛える、エクササイズを取り入れていたことは、驚くべきことである。投手は若いうちはより多くのイニングを投げて肩を、 作るべきだという独自の理論を持っており、現在のメジャーでスタンダードとなっている。先発投手は1試合100球1イズン200イニングという考え方に疑問を持っているとのコメントがピッチャーズバイブルの中においてある研究者へ寄せられている。ノーヒットノーランを7回達成しており、また8回まで無安打だったのに9回で安打を許してしまったことが5試合あったとのこと。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。